当に褒めてほしい。今日は学校行って、で学校終わった後にちょうど学校が終わった時間にゆうなさんから、そうゆうなさんから連絡が来たのでゆうなさんと一緒にちょっとそうお出かけした。わ、褒めてくれたありがとう、えらい、そう頑張ったからもっと褒めて褒めて、本当に私はテストもよく頑張っ、もう本当にもうテスト前に終わらせなきゃいけない課題を家出る20分前とかに終わらせたんだからやばいよね、テストまで終わらせなきゃいけないやつを、そのテストに向かう朝家出る20分前にやっと終わったの。ほんとそれぐらいまでもうギリギリのスケジュールで、もうテスト前とかお仕事もパッパに入ってたから、もうしかもお仕事がそのね、なんて言うんだろう、3時間4時間とかで終わるじゃなくって、1日とか泊まりでとかのお仕事がもういっぱい入ってた後のテストだったから全然できなかったけど、頑張ったから褒めて褒めて、もうやだテストがボロボロな気はするけど頑張った、とりあえず頑張ったからだって今日多分私が相当死んだ顔してたのか、そうあまりお話ししたことがない先生に体調大丈夫って言われた。よっぽど私が死んでたんだと思う、顔が。そう。そう、テスト頑張りましたもん。え、ジャズ行ったんだ、いいな。いいな、いいな。もうだって私、お仕事の合間とか、メイクしながらとか、そう。お話し会の、その待ち時間とかにしても、もう勉強してたんだもん私。そう、あいちったのいいな。そう、もう頑張ったんだから。でこの間ひーちゃんの誕生日で家行った時もあれなの、そう打ち込み作業とかもしながら、もう隙間時間に私はとっても頑張ったの、本当に。頑張った、よかった。はあ、コードライブ SK さんとでしょ。え、あれってさ、どうしたら見れる？私本当やれみたいんだけど、あのね、そうやった曲がだってセトリ、あれ噛みすぎなかった？私セトリは事前に少しお聞きしてたんだけど、え、何それ来たって思って、そう、もう頑張ったから褒めてちょっとユーナ入ってるかも、ユーナと言ったから。そうで、ゆうなさんと今日はお洋服見たりご飯食べたりした。その TBS チャンネル、おー、なるほど、後から見逃しとかないんかな。そう、頑張ったよ、頑張った本当に。でまた今日も車両行った。今日ね、花だれをね、ワンコーラスプラス2サビ前までさ、もう弾けるようになったから弾いたんだけどさ、終わったらさ、周りに人がね集まっててね、あーってなった、びっくりした。そう、僕は見たいめっちゃ見たい。再放送あるかな、どうだろう、お金払ったら見えるかな。そう、でも今日はもう学校帰りって感じのお洋服と髪とだったから、そうだから今日はあのゆうなさんが個人的に撮ってたけど、そうまたちゃんと髪とかメイクとかしてる、まあ顔そんな映らんけどしてる時にまた撮りに行こうって話した。そう、終わったらびっくりした、はなんかそんなにいっぱい人が集まるの初めてで、終わったらなんかこうやってみんな周りの人が、私囲ってる人がみんな拍手こうやってしてさ、わあ嬉しい、これがなんか見たことあるやつだって思って、でありがとうございますって言ってあのささっと抜けた。
シェイカーを見てほしい本当に。あれコードが邪魔。コードが邪魔。欲しい、自分でアレンジ入れたからここ聴いといてほしい。これここまで来てきた。え？タワー？タワー撮ってる？ちょっと待って、どなた？あら！初めてタワーだ。びっくり。何事？ありがとうございます。大好きタワー。私も。ありがとう、カイトさん。びっくり。ピアノ弾いちゃってた。ありがとう。びっくりなんだけど、初めてタワー、大好きタワー、ありがとう、大好きって感じ、本当に大好きな人って感じ。ありがとう、感謝。びっくり、初めて見たね、このタワー。今の期間のやつ可愛い、ありがとう。びっくりね、ありがたわーだ、ありがたわー、すごい嬉しい。ありがとう、また会える日を楽しみにしてます。嬉しい、カイトさんありがとう。あ、そっか、今日そうよ、そうだ、ユーナが言ってた、今日は求婚の日、結婚してギフトのやつあげてたね。確かにアバターに一歩近づいた、確かにね、確かにアバター、今月末だっけね、いけるかな、どうだと思う。あー、結婚して。でもなんかさ、同期の配信を見てたりさ、同期が隣で配信してんの見るとさ、結構みんな結婚を断ってるわけなんですよ。マジで無理とか言うな、言うの。本当に無理とか、いちごは契約違反なのでってみんな言うから、これはどうするべきだと思う。そう、言うな、マジで無理、本当に無理って言うから。言うな、見てないかな、これ見てたら LINE ちょうだいね。そう、本当に無理、マジで無理って。言うなのはね、
恋活優子だから契約違反、契約違反なのでっていう断り方も面白いけどね、一応のちょっと契約違反なのでっていう、そうマジ本当に無理、契約違反いちごよそうマジでマジで無理、本当に無理無理似てるでしょ本当に、そうそうなの、断り方が面白い、今日はまあ休校の日だからマジでオッケーにしとくマジで言うの面白いもんあ、ラブとラブキフネさんありがとうマジでオッケー意味わかんない、あ、いいな、いいな、ありがとう、よしありがとう、マジでオッケーカイトさんありがとう何これあー面白いあーみんなのりんだからもう本当に面白い結婚行列でできてるから本当に、あの結婚式でちょっと待ったがいっぱいあるから本当に、そう一が結婚ですか、結婚はちょっと契約違反になっちゃうので無理です、これ一が言うな、マジで無理ほっとゆいほっと無理マジで面白いぞやばいそうやばいね、結婚式、結婚式行ったことない、あるみんな、私結婚式に行ったことがない、行ってみたい、いつかあれなんかな、同級生の結婚式とか行くことがあるんかな、私も同級生が20、25とかになったら行くのかな、いつ初めての結婚式に行けるかな、結婚式に行ってみたい、そうケーキ入刀ってやつそう目がかゆい、今はね結婚式を挙げない方も増えてるから、そう行く機会があんまりなくて、あ、じゃあ早く行きたい、瀬戸内の、あ、確かに瀬戸内の用途引けたら、もし同期とかがまあ10年後とかにさ結婚するってなったら、私は絶対招待してもらって絶対瀬戸内の妹引く瀬戸内の夢よって言うと絶対引くから、本当に本当に引くから、え、そね、なんか式のラッシュになるとか言うよね、ね、結婚式いいな、私も行ってみたいの、同期の結婚とか絶対泣いちゃう気がする、私は本当に、そうご祝儀、ね、ご祝儀なんかいくつ畳むのがなんとかみたいなテレビで見たことある、うん、そういうのもなんかね学校で最近やるよね、作法とかさ、そういう授業大事そう、同期が結婚式になったら弾くから私はこれ弾くから、本当に思い出せ、重こい、重こい弾いたことない、こんな感じだよね、感じのやつね、いい曲、ラスベガスがそうなのラスベガス海外行ったことない、あ、バタフライ、バ
幸せの共にですね。そう、ドレミファソーラってやつだよね。バタフライ、これ合ってるよね。パスタハセラジョイ難しいよね。一組分かれた、つらい、つらいそう、絶対なんかないよ、ないよ。ラストスイートテンテテンってやつ目が合った時のやつ。これや、結婚式、結婚式の定番、定番曲なんだろう。ありがとうとか。これとか。あ、愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、どういうキューズだったっけ、待って、違う音が分かんない。 Can you celebrate? 音聞けば分かるかな、どうだろう結婚、結婚ね、同期がするってなったら絶対行く、絶対もう13人分全員行く。結婚式のブーケトス、ブーケトス、あれいつかキャッチしてみたい。なんかキャッチすぎとすると次に結婚するとか言うけど、普通になんか遊びで撮ってみたい。あれをなんか今いろいろ面白い増えてるね。ブロッコリー投げたりするやん、カリフラワー投げたり確かに同窓会やっても楽しそうテントムシのサンバ、わかんない誰が同期だと一番最初に結婚してるんだろう。でも年齢的に、年齢的にやっぱ上のメンバーのイメージあるけどどうなんだろうね。ねえ、9番にしてそうか、わかんないね。でも 母親両親が早いと子供は早いとかって言うよね。あ、もう時間やばい、誕生日しよう。じゃあ17からいきます。17位しまさん、16位長谷川さん、15位ゆいきにゃん、14位こまねパパさん、13位ようたんとつまみんさん、12位スプマンテさん、11位なすちゃん、トップ10、10位冬のパン祭り、あとあれ今日はナットハンド、キムチですね最後。私も好き、キムチも納豆もいいよね、わかるよ9位キア兄さん、8位なるみ、あとさぬきうどん大学、さぬきうどん大学卒さん、7位よしみさん、6位あっくん、トップ5、5位やましんさん、4位たかしあとつまみんさん、トップ3、3位うまちゃん、あれよいしょ、いいにゃん、お勉強疲れちゃん、お疲れ、本当にもう頑張った、本当にありがとう。3位うまちゃん、ありがとう。2位マクワット、本日はギャバントミン、いいな、ユイニャン結婚してマジで無理じゃあ今日の1位発表します。たまありがとう。じゃあいつも通り、あ、これじゃない、55番の音にしてドコドコしたいと思います。もうあれ待って、また流れる女の人の声この声面白い、これ
これで55番にしてどこどこします。あ、うるさいうるさいうるさい、一番大きい音。よし、今日の1の発表します。はい、今日のランキング1位はカイトさんです。ありがとうございます。大好きだ、ありがとう。またお返しします。大好き、いや私も大好き球根、球根の日ということで、ありがとうハートありがとうね。どこどこ、いいねいいねいいね。あ、ということで、そうそう、あるか、あれだ、 X の方ちょっと見なきゃ、だから58とかに終わろう。じゃあ58の後半とかに終わろう細かい。そう、明日はそう楽しみな日、明日待ってますそう、じゃあまた明日の配信で。明日のお洋服まだ迷ってるんだよね、どうしようかなあ、じゃあ58になった。なんか言い忘れたことないかな。お話し会受付中、X の拡散をよろしく。何かあるかな、お話し会 X 何かあるかな、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かなまあこの2点をよろしくお願いします。お話し会ぜひ待ってます。 X は3点セット、ハートとリツイートとリプと全部お待ちしてます。リツ、いや特に引用リツイート、引用リツイートは効果があるので、できればよろしくお願いしたいです。ということで今日は寝ます。おやすみ。じゃあねー、バイバーイ。